さあさあこんにちはくんです。今日も50人クラフトの世界にようこそ。なんか円と多くね、めっちゃ視線感じるんですけど、円とくんワールド。でも円とくん攻撃してこないよね。なんか円とくん全然攻撃してこないね。怖っ。なんかさ映画であった、斧で殴ったらいいらしい。斧らしい斧。なんか吹っ飛ばされてない？吹っ飛ばされてない？なんか めっちゃ飛ばされよるよ。あ、ぶち切れてる。エント君怒ってるよ。あの外に出たエント君なんとかしといてそれね。これ私の友達、大切な人間関係を保ちます。は？ああしああたらしかくらふぎ満州国皇帝愛心かぐらふぎ。ごめん、どういうことこれ。何のネタ？誰も理解できない。満州国皇帝としかわからんかったな。なんで猫の助おるん？バンしたはずでは。陰キャ転生は2人もいらねえんだよ。猫の助もなんかおとなしくなりなさい。絡む相手考えなきゃダメだな。何これ、つぶがいハウス新しく作ったのか。つぶがいのポケモンポケモンなのこれ。かわいいけどなんか霊体化してない？一体なんか霊体化してるよ。他なんか新しく作ったところあるか。あ、そうだ、今日はネザーに行くんだった。ネザーゲート予定地。はい、開けてください。ここネザー行きましょう。着火。あ、来た、行くぞ。あ、やば、画面ついてなかった。あのもういきなり、あれこれやばくない？え、誰か持ってる？この中で。おいおい、誰か持ってるか？帰るやつ、帰る道具は。おい、閉じ込められたぞ。ふざけんな。ちょ待って。5億年ボタンスタート。またいつかお会いしましょう。そっち側から開いてくれ、頼む。これ5億年始まる。これじゃあ、あのそのベッド邪魔。あのさ、上開いたんだけど、なんか上が、あの上、うわー、なんだこれなんだこれ。あー、どうしてこんなことに。うわわわ、やばいやばいやばい、なにこれなにこれなにこれ、え、あの、え、地獄なんだけど。え、これネザー積んだくね、これこれ閉鎖じゃないこれ。こう、マグマの海の下か。地上出れない。溶岩のせいでゲートに火つけれない。これがキャッキャクラフト。撤退。よし、封鎖。ぶっ壊せ。ゲート破壊。まだ中に人が入ってるんだぞ。いや大丈夫、向こうからは帰れない。いやいや、ちょっと待って、やっぱ戒めとして残そう。これ、このゲートは。ネザー編終了。別のとこに出ました。マジその情報。ゲートが地上に出たにょ。え、ちょっと待って、じゃあ地下に行ったやつらは。え、あのごめん、あの前に行ったやつらは一体どうなった。あ、さようならにょ。ほんとだ、正しい形になった。お、いいね。あのダチョウも連れてきちゃったな、ここ。ダチョウ連れてきてる。モブいなくねえかこれ。いる？なんかネザーにもなんかそういうモブがいるって聞いたけど。なにこれ。え、なんかえ、なんかキモいやついる。キモ。え、キモくない？え、単純にキモくないこいつ。気持ち悪。クラゲいる。え、つぶがい、あれは、昔からいました。ガストです。やっぱ！うわー、いる！出た！カキカマの囲いがいる。囲いいる。やばくない？声やばくない？え、こんなやばい声してたっけ？くんさん、これ何によ？うわ、エロ。まあまあひどいな。あー、いるわ。キマイラいる。溶岩キマイラみたいなやついる。ちょっと雑な探索だけど、まあそんなもんか。なんかいない？それ。それ何？え？え、実体あり？殴れる？実体あり？すごいな。未だかつて考えられない。ホラーエンターテイメントでぶん殴って殺せる幽霊は今までなかったぞ。やばいやばい、こいつ殴り強い。くそ、なんか連れて帰れるような動物はいないよな。カールさん、カール G、 こんなところでもまだ作ってるぞ。カール大帝ちょっと違う。なんだカール大帝、こんなところで何を。あの めっちゃさ、声やばくない？このガストマジで苦しんでない？え、なんか苦しみすぎてない？こんな声だっけ？え、なんかガチで苦しんでる声してない？なんかさ、やけに変な音してない？なんかグギャーみたいな。え、やばくないこの声。こんな声だっけ。うん、まあまあそんなもんか。こっちの世界のなんかカキカマ囲いみたいなやつがいるってだけか。なるほど。まあちょっとネザーのものは、つぶがいの家燃えてる。え、燃えてなくね？あれ、燃えてないぞ。なんか誤報流してるジャナムが。燃えてた本当に。鉄さぬきがつけたくね今。あー、
鉄さぬきがやった。鉄さぬきだ。ほー、嵐とかやめてもらってなんでそれひろゆきで再生されたんだろう。あの嵐とかやめてもらっていいっすか。そもそもなんだろう嵐のやめてもらっていいっすか。そもそも嵐っていうのは頭の悪い人がすぐ頭の悪い人がって言い出すからな。50人くらいとのベーシックインカムするか。みんなダイヤモンドがちょっとずつもらえると、掘らなくても。ベーシックインカム、ベーシックインカムインマインクラフト。でも共産主義と相反する。いや大丈夫か、それどこから出てくるんです。それは労働者の同志諸君だよ。ベーシックインカムクラフト、共産主義の理想郷では。共用倉庫これ大丈夫、満たされてんのこれ。功績関係必要最低限だけ持っていってください。本当に必要最低限なのかなこれ持ってったの。なんかもう必要以上に持って、昨日はたくさんありました。鉄1スタック消えた。欲深いものが紛れ込んでいるようですね。これ誰が取ったの。まあ見よっか。功績関係、ジャナムリムーブと160は？ジャナムリムーブ 160？ ジャナムリムーブ 82？ はぁ、あ、はぁ、あ、おい J、 ジャナム君ベーシックインカム一人で行うものと勘違いしてる。しかも逃げたし、調べると同時に逃げたこいつ。クソだな。他はエビフライリムーブ224？ へぇ、姉さんが入れた直後に取るんだ224個も。へぇ、やっぱ取るやつって決まってるんすね。ね、ペンペリムーブ320ストーン。朝日が追加した後にね、ペンペがリムーブ320ストーン。いや違う、190。ペンペ600ストーンぐらい取ってるよ、焼き石。陰キャ転生はなんか入れて出した。え、こいつ、ね、頭おかしいな、こいつ。陰キャ転生頭おかしい。多分39入れて41出してる。頭おかしいな、こいつ。どうかしてんだろうな。まあ、砂とかはまあね、まあ使うしね。邪悪なのはあれだよな、鉱石関係だよな、邪悪なのは。陰キャ転生なんか、こいつ何出し入れして遊んでんの。ね、出したり入れたりして遊んでる。これやばくない？なんか2つベッド出してまた入れたりとか、なんか入れたり出したりして遊びまくってる。なんかわけわからん。あー、そういえばなんかあれだっけ、パンがめっちゃなくなったんだっけ。パン入れてたところどこよ、調べてやるわ。どこや、パン入れてたやつ。どこ、パンの入れ物どこ。売春宿、ここ、これか。エビフライリムーブドブレッド、このリムーブ64ブレッド。労働者の気持ち考えたことあんのかこれ。は？やばいやつ、やばいやついる。R のジャジャリムーブと320ブレッド。え、これイナゴ、これイナゴじゃ、イナゴじゃねこいつ。イナゴおるぞ、なんか。イナゴおる。イナゴやん。イナゴおる。すごいな、のジャジャのパンの出しぶり。あー、これが実態か。何これ？なんかめっちゃなんか可愛い装備着てる、なんか。ゆくもっぽい装備着てないこいつ。あったかそう。あったかいね。これ誰に着せるか。まあまあいいんじゃないですか。おさあ着とけば。なんかいそう。似合ってる。一番似合ってると思う、おさあ多分、この中で。これファンアート待ったなしだろ、これ。未開の不足だよな、これ。ちょっと、ネザー適当に遊んどいて。何してんの、今虫。ここは？ここ芋キュンの場所？これ何のお店これ。未成年立ち入り禁止、 R18 高層なりきりセット。何これ。あ、え、エッチのお店。え、どうやってエッチするのこれ。え、なんか難しくない。サウナか。あー、カナリア、家賃34,000、日焼けできる屋上あり。え、なんかめっちゃいるんだけど。エルジャバ、マース、カメスタ、オパイチ、コマンド勢勢ぞろいって感じになってる。めちゃくちゃだな。え、あの上燃えるよこれ。すごい阿鼻叫喚みたいな声聞こえるけど大丈夫。つぶやい、助け出さないと子供たちを。つぶやい、子供たちを助け出して。ちょ、なんでお前、なんで殺すの。焼け死ぬぐらいなら自分でとどめを刺すってことか。あ、そう、サイコパスだな。ちょっと消し止めろ。陰キャが燃やしてる。とりあえず雨降らした。え、犯人陰キャ転生ってことでいいの。大丈夫、マンしといた。おや、テレビが私たちの明るい将来を描いているようです。なんでお前中国になってんだ。 3DCG 撮影場所。あー、 CG 撮影場所作ってくれたんだ。なるほど。
地下帝国民以外は立ち入り禁止、入ったらお前の家さら地にするからな、小太郎。あの普通に入ってったけど、みんな小太郎それ入ってくださいって言ってるようにしか思えないんだよね。奥はどうなってんだ、さらに奥あるだろこれ多分。すごいなこれ。でもこっちこっち、あ何これ、オークション会場を作ります。なんだオークション会場って、何ここ。あー動物オークションかこれビーガンぶち切れるぞこれ。ビーガン切れるやつだね。あなんかゾウ来た、それくれんの。一匹目はゾウです。マンモスはブロックを破壊することができ、嫌いなあの子の家も簡単に壊せます。欲しい方いますか？あの、すいません、これ搬出どうするんですか？あの、搬出は一体どう、小太郎の家壊すことにならない？これ、オークション会場壊れね？じゃあダメ。どういうことだよ。帰ってったぞ、なんか裏ずり。搬出用のエレベーターが常備されてないから、これ使い物になんないぞ、こんなところで渡されても。2匹目は？は？なんだそれ。なんだその愛玩動物。お調子者で暴れん坊のティガーはぴょんぴょん飛び跳ねたり、人の上に飛び乗ったりする癖があり、仲間に迷惑をかけたりすることも。ディスコードでキッズを囲わせて土木風化やキカルとリアルで会ったりして、女と繋がろうと必死な意外な一面も。ちょっといらないかな、迷惑かな。ん、落札者いないよこれ。害獣、その害獣駆除かな。川にしよう、毛皮にすればいい。小太郎さん、ちょっとライオンが一匹逃げ出しました。てかライオンいないよな、そういえば。あれなんで陰キャ転生まだ戻ってんだ。見に行こう。なんか虐待してるな動物を。おい何やって、何やってんだ。立ち入り検査だ。え、なんかめっちゃいっぱいいる。え、なんか霊体になってない、動物たちの死体が。動物の霊だ。ジャラみたい、お前何に乗ってるんだお前。もうなんか幽霊に乗ってるぞこいつ。このまま一緒に閉じ込めよう。みんなこのまま帰ろう、帰ろう、帰るよみんな。終わり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 。いやずっと こうしとけばずっと動画も撮れないんだろ。アドベンチャーモードにしとくわこれで。ジャダムのことアドベンチャーにしたから、これで、あこれでこいつ地下のままだからさ。みんな帰るよ、終わり終わり、帰りまーす。はい、出て出て出て、終わり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 だよ。あのマジャカリ小太郎、ここいたらジャダムの撮影の餌になるからさ、みんな一回出て帰ろう。じゃあね、ジャダムこれでもう動画撮れないね。ジャラムももう収益化できないね。あなんか小太郎が来てくれた。小太郎顔を見せてくれ必死小太郎、あのこれ収益化される、収益化されるから離れて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 、小太郎離れて離れて離れて、収益化される、収益化される、収益化される。ダメ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 、こいつの金になるんだぞ。いいのか。あー人情を